郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。北川先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、全然本題と関係ないんですけど、毎日服、着るじゃないですか、うん、その服を着るときって、よっぽど何かすごい清掃しなきゃいけないとき以外は、なんか朝決めます。どういう感覚で決めます？僕その日に誰に会うかによってなんか決めるね。やっぱりそうですか、うん、誰に会うかっていうのは、やっぱりその時にこう失礼のないような服装にしようとか、今日は自由でしていいんだとかいう時はなんかスポーティーな洋服を着たりとかするね。そうすると先生、今日はどうなんですか？だから今日はきちんと自分と会話をするために、白い襟のシャツと、ズボンをきちんと履いてこようとか思ったり、ちょっとね、今日身を正して試験的に映像を撮ってますけど、と言いながら、すいません、先生は自由な時スポーティーな格好と言いながら、すいません、僕まさにスポーティーなんですけど、大丈夫でしょうか？失礼ないでしょうか？さあ、先週先々週と、質問いただいてきましたが、今日はですね、久々にちょっとテーマトークをしたいと思うんですが、先生、このテーマ読んでもいいですか？いろんなテーマあると思うんですけど、今回はですね、やっぱり誰にでもあると思います、人生の分岐点、ターニングポイントって言ってもいいかもしれないですけど、この選択、右か左か、もっと言うといくつか選択肢あるかもしれないですけど、その迷った時どうすればよいか、ね、いきなりこの問題って大きくて難しいね。大きいですけど必ずありますよね。何も用意してないから、なんて答えたらいいんだろうと思うけども、自分のことを振り返ってみて、分岐点っていう、そもそも分岐点って、すみません、口挟んじゃいますけどあるんですよね。なんかそういうと全部分岐点のような気もするし、立ち止まってどうしていいかわからないという時あるよね、どっちの道がいいのかとかいうのはあるね、それといつも思うのは、分岐点というよりもこう人生ってこうなんか船のへさきというかね、トップに立って海を見てるようなもん、どこに向かっていってるかわからないというかあるよね。わかんないですね。こっちを見て選んでも、こっちを見ても広い海原で、本当ですよ、景色が見えなくて未来が見えないから、この道がいいのか左がいいのか右がいいのか、それいいのかっていうのは分からないと思う。下手したらコンパスなかったら右がいいのかって、右に進んでるかすら分かんないですからね、どこが右かすら、だからそういう意味での、この、早川君のこの質問はすごいなんか大きいというかね、僕は大きい質問させてもらいました。でも僕も抽象的にしか言えないんですけども、2つか3つか選択肢があるとしたら、僕としてはこうなんかね、どちらの道がなんかなんとなく輝いて見えるか、利益があるとかね、面白いとかいうのもよりも、なんか自分自身がどちらが輝いてるか、その道がどちらが輝いてるかというをまず見たらいいなと思うんですね。で、2番目はその道を進んだ右と左、例えば話、右と左があったとしたら、他人の笑顔に囲まれているかどうか、たとえそこがこう、わあ、この道は大変やなと思っても、いや、そこ大変やけどその向こうに笑顔が描かれているか、かえってこう苦労の道を選ぶと、迷った時は第三の一番苦労した道、苦のある道、難しい道を選べっていうのが言葉だと、あるよね、僕もそれも正しいと思うね、一番難しいとこをくぐり抜けると、なんかとても綺麗なとこに出たっていうのは自分の中にたくさん経験がありますね、だから軽くて行きやすくて簡単な道を行くと、なんかかえって遠回りになったっていうのは、遠回りというか人生の中でなんかいい時間じゃなかったなって、利益とかなんか雑念と雑居ビルなんかそういう、なんか混乱した中で生きてきたなっていうのはあるね。それこそね、先生もう結構前の回でもショートカットするなというかね、人生を。そうなんよね、ショートカットはあんとしない方が、多くの人はみんな同じことを言うと思うよね。僕も同じことを言いたいね、ショートカットするとどうしてもこうなんていうか、こう後でつけきますよね、つけが来るし、自分の中にあるいつも、なんかね、
理のある方ばっかり選ぶというか、うん、ショートカットっていうこと自体がそうですもんね。なんていうせちがらい人間になるというか、うん、理に強い計算ばっかりする人間、せちがらい細かい人間になって一緒に過ごすと嫌ですよね。いやいやそういう人だと怒らないし、はい、目立つとこで怒りたがるとかね、うんうん、そういう細かい人間になってしまうね、うん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 、目立ちたがり屋になるというか、まあ、いつも人からなんか尊敬されなくなってしまうね、うん、というのがあるけど、はい、まあそういうね、あ、ちょっと話が飛んでしまったね。いえいえ、うん、でもその何でしょう、まあ、迷ったらね、うん、まあ、先生よく言う理より真を選べとか、今の話迷ったら苦しい方を選べとかありますけど、逆に、うん、まあ、さっき輝くもそうですけど、じゃあ A と B がありますと、もうスパッともうとにかく迷わずに逆に A っていう時はその A でいいんでしょうか。ちょっとこれも大きな質問ですけど。いや、いいと思う。その必ずもしも正しい時はね、あの必ず人が現れるね、導き手というか、あ、この人と不思議な人に出会いとか不思議な助け人とか、うん、ありえないような条件とかいう、でもその人が計算高い、その相手の人が計算高いのではなくて、はい、すごい純粋にあなたに使ってもらいたいとか、あなたに利用してもらいたいとかいうような感じの話がやってくるときはあるよね、はい、多いよね、やっぱ、うん、なんかそれを僕いつも思うんだけど、なんかそれは偶然の一致というか、そういうようなシンクロっていうのが起こり始めるから、はい、うん、それを受け入れた方がいいと思うね。なんか説明できない大いな方向というかね、はい、それがあの偶然を超える、なんか偶然がいっぱいやってくるのがあるよね。そのいい方向を選ぶとね、はい、だからトラブルばっかり多い時はきっとなんかその人の中にある欲が、あ、なんか衝突を招いてるっていう感じがするから、うん、その時は速やかにやめた方がいいと思うね、うん、パッとやめるっていうか、お金いくら吸い込んでてもパッ、あ、ですよね、うん、そのやっぱね、これだけ時間投資してきたから、これだけお金投資してきたからっていうと引けないけど、そこをパッとやっぱ引くかですよね。そこで引けなくなると深み入ってしまうよね。本当ですよね。だけどそこの勇気とかって練習ね、うん、あ、これ以上やるとこれ前以上、前も経験したな、ここはここから先はもう泥の前やなと思ったら、はい、と引くっていうかね、引き際ですね。でもこうどうでしょう、欲もそうですけど、うん、欲に基づいた選択は多分今おっしゃったようなこともありますが、あとやっぱ不安に基づいて選択するのもやっぱ危ないですよね。だけどそういう時の第三者の声を聞けるような、あ、それはなんか危ないよって言ってる人の声をパッと典型とかひらめきとかいう形で、いやそうだと思うような時はパッと引いた方がいいね、うんうんうん、なんかそういう時あるよね。そういう、はい、あとは神に委ねるという方もあるけどね、もうずっと申していたように、あ、はいはい、あの神棚に委ねて、あなたの導きに従う、もう日もさっちもいかないっていう時も、うん、日もさっちもいかないとかいう時があっても、八方塞がりっていうやん、はいはいはい、この間も話しましたね、言ったよね前、八方塞がりの時、八方塞がってまだ一歩空いてるとか、そういう話もしましたよね。先月八方塞がりっていうのは結構人生時々ある、はい、そう思い込んでしまう時あるよね、はいはい、だからその時はでもね、やっぱ視野が狭いんよ、うん、平面的しか見てない、ない二次元世界よ、はい、右も左も後ろも前もって言って、でもそれは斜めも横も後ろも斜めも、飛車と角の動かし、あ、正気ですね、飛車と角合わせたのが八方塞がり、はい、まだ2歩空いてるっていうのを先月その話してくださいましたね、うん、上と下があるよ必ずってことですよね、うん、神の救いが絶対あるっていうかね、はい、うん、そのことを気づくか気づかないかっていうのは、うん、まずでその神の、ね、あのなんか救いっていうのはやっぱどっかに感謝とか、はい、もう一つ、あ、自分が悪かったとか、うん、いや、なんか本当にこれからなんかあの身を清めるとかいう思いが生じた時に、はい、上と下かがどっちが開くんよね。そういう時に開くんですね。そういう時しか開かない。そうか、その2歩は塞がってる時もあるんですね、うん、そんなことあるかと思うかも分からないけれども、うん、まあ、この絵の法則やね、はい、八方塞がってるけれども上下の2歩を築くのは感謝とか、あ、自分の中の中ね、あのおごりとか聞いた時に、あ、ここに出口があるわっていう気づく。あ、それ伺えてよかったですね。じゃあもう八方塞がった時にもうとにかくあと2歩早く開け開けみたいに言ってると開かないってことですね、うん、それ大事ですね。聞いといてよかったですね面白いねそれ。いやいや本当思いました。これでもあの今の話でね、こう、まあ、選択肢あった時に
まあ、もちろん必ずしも2つだけじゃないと思うんですけど、 A か B かの時にいろんな今考え方を伺いましたけど、こういうのはあるんですかね。その A も B もピンとこないと、そういう時はよく言うのがもう今じゃないと思ってあえて動かない。あ、まあ、それも選択肢だと思うんですけど、ちょっと時期が来てないとか、はい、もう少し待ってみる、待つっていう感覚大事だよね、うん、はい、それからもう少し自分が勉強して実力を高めるというかね、うん、学びが少ないとかちょっと 2,3 年後でもいいんじゃないかね、うん、時期が潮が来てないっていう感じるかどうかやな、焦ると失敗するよね、やっぱそれ焦るっていうけど、ね、誰が言ってくれ、誰が指摘してくれるかやね、やっぱり、ね、でもそういうね、そういう時にいろんな意味で人が現れるってさっき先生おっしゃってたのはちょっと目から鱗でしたね。こう自分とか神の、ね、導き声、そういうものも大事だけど、やっぱりその時に人が現れるっていうのが一つのサイン。僕は、ね、過去は本当にそうやね、人が現れるって、まあ、もちろんひらめきもやってきたけれども、はい、人が現れるっていうのが大きいね、ひらめきでその人が出てくるっていうか、うん、こっちに来ないかとか言ったら行ってみるっていうか、なんかそういう、まあ、でもありますね、うんうん、結局それに気づくかとかってことはあるかもしれないですよね、日常で救急してたらもうそんな時間がないんだとか、忙しいんだとか、もうお前に会ってる暇ないよとか、うん、そんなね、あの時間もうもったいないとか、もう今仕事しかないんだよみたいな、うん、失ってしまうけれども、ちょっとこう友達と会合あるから来ないかとか言った時に、そこにパンと出くわして、うん、いやそのことの方を知ってるよとかいう人がそこにいたりするんだよね。だからある意味余裕がない、とてもそんなの言ってらんないっていう時こそなんですよね。 その時こそなんか、うん、神で呼ぶ声みたいな、はい、友達の声が来ないかとかいうのに言ってみることが大事やね。そこだと僕らがそれをやっぱり気づくかとか言ってみるかって、本当にちょっとしたことでその後の人生大きく変わりそうですね。変わったことたくさんあるじゃないかと思うけどね、そういう人は思い出すことが大事かもしれないですね、うん、なんかこの世の法則、そういうシンクロっていうことに結びつけていくと、はい、あ、これはシンクロかと思うようになってくると、うん、なんかその偶然の一致と救いというのが結びついたものがたくさん用意されてるってことに気づくよね、はい、僕あんまり運命論者と言われたら、笑われるけど、あ、そうだそうだ、はい、ちょっとこの話をして、はい、なんかこの間ね、僕あれ見てたら、人生の出会いで人生が変わるということは、そのことはありえない、それに騙されるなという本が出てるか誰か言ってるみたいにすごい話ですね、うんうん、人生を変える出会いなんてないと、ま、真逆なんやけど、ま、僕はそれはその人でいいと思うよ、はい、いつも計算高くて、はい、それから世知辛いから僕は逆やね、うんうん、まあ、良き出会いというのは不思議な出会いというのを待ってるから、うん、まあ、その人とそれと反対だけど、僕はこっちの世界のが安らかで対立がないから、うん、人生の時代で人生が変わってくるっていうのはもう本当だと思うね、良き人生。いや、間違いないと思います、うんうん、でも真反対の人もいるんやなって、そういう本がなんかちらっと見えたから、ね、わーすごいな、まあね、いろんなね、面白い考え方ありますからね、いっぱいあるな、うん、まあ、それはそれで僕否定はしないね、はい、その言い方もしてみるといいだろうと思いますね、うん、はい。さあ、この番組では皆様からのご質問ご感想を募集しております。詳しくは北川先生のホームページ、もしくはメールアドレス北川アットマークキクタス .jp までお寄せください。さあ、そして、もう間もなくですね、熊本小国、楽進会2月16日日曜日に、開催されます。こちらホームページに詳細が載っていると思いますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、今週も、サポーターの皆様のご支援、そして、リスナーの皆様が聞いてくださるおかげで、この番組をお届けすることができました。これからも先生と皆様へ、役に立つお話をしていきたいと思いますので、引き続きお聞きいただければと思います、うん、はい、北川先生、今日もありがとうございました。こちらこそありがとうございました。よろしく。